これから説明するのは、今年度実施の博士前期課程、後期課程の、入学試験についてです。で、本日の参加者には、今年度受験をしない下級生も参加しているようですが、これから説明する内容は、あくまで今年度実施する試験についてであることに、ご注意ください。本日の説明の内容です。アドミッションポリシー、出願から受験までのフローチャート、入試概要、関連ウェブサイトの紹介の4項目を説明します。なお、時間の関係で博士前期課程の入試と、後期課程の入試を同時に説明することになりますので、混同しないようにマーカーで色分けをしました。博士前期が黄色マーカー、博士後期が緑マーカーになっています。1項目目はアドミッションポリシーについてです。博士前期のアドミッションポリシーは、ご覧の通り、地域や文化の壁を越えた問題解決策を提案する意欲のある人、常に新しい解決策を生み出すことに挑戦し、成果を生み出す粘り強さを身につける意欲のある人を広く求めますということです。続いて、博士後期のアドミッションポリシーです。地域や文化の壁を越えたデザイン問題を理論的に解決する意欲のある人、常に新しい研究課題を生み出すことに挑戦し、成果を生み出す粘り強さを身につける意欲のある人を広く求めますということになっております。2項目目は、受験から、失礼しました。受験から、出願から受験までのフローチャートについてです。博士前期では8月に入学試験を、実施します。募集人員は18名です。募集人員には、連携大学院の募集を含みます。博士後期では8月と1、2学期に入学試験を実施します。募集人員は8月実施が4名、1、2月実施が1名となっております。こちらも募集人員には連携大学院の、募集を含んでおります。8月に実施する博士前期、後期入試の出願から合格発表までの流れを説明します。ウェブ入力システム出願期間が、2023年7月7日金曜日10時から、21日金曜日3時までとなっております。証明書等の送付締め切りは、7月21日金曜日5時必着となります。受験者心への通知が、2023年8月4日金曜日、本学のウェブサイトに、情報を掲載し、また、登録メールアドレスに送付するようにいたします。試験日程は、博士前期が、8月29日火曜日、30日水曜日の2日間にわたって行います。博士後期については、8月29日火曜日1日で実施をいたします。合格発表が、9月14日木曜日を予定しております。続いて、1、2月に実施する、博士後期入試の出願から合格発表までの流れについて説明をします。ウェブ入力システム出願期間が、2023年12月1日金曜日10時から、15日金曜日、15時までとなっております。証明書等の書類の送付締め切りは、15日金曜日、17時必着となっております。受験者心への通知は1月9日火曜日、先ほどと同じように本学ウェブサイトに掲載し、また登録メールアドレスに送付いたします。試験日程については、1月31日水曜日1日になります。
なお、1、2月実施の入試に合格したものの入学時期は4月または10月のどちらかになります。合格発表は2月15日を予定しております。はい、これは博士電気入試の出願資格があるかないかの審査についてです。審査が不要なものは、大学4年生を卒業したもの、卒業見込みのもの、学士の学位を取得したもの、取得見込みのもの、外国において学校教育における16年の課程を修了し、学士の学位を取得したもの、取得見込みのもの、その他となっております。一方、審査が必要なものとしては、短期大学または高等学校を卒業したもの、専門学校または各種学校を卒業したもの、16年に満たない学校教育制度の外国の大学を卒業したもの、その他となっております。詳細については、募集要項で確認してください。はい、これは、博士後期入試の出願資格審査についてです。審査が不要なものは修士の学位を有するもの、または見込みのもの、専門職学位を有するもの、または見込みのもの、外国において修士の学位または専門職学位に相当する学位を授与されたもの、または見込みのもの、その他となっております。審査が必要なものは短期大学または高等学校を卒業したもの、専門学校または各種学校を卒業したもの、大学4年生を卒業したもの、その他となっております。こちらも詳細については募集要項で確認してください。はい、出願資格審査の締め切り、書類の締め切りになります。8月実施の入試については7月3日月曜日、1、2月実施の入試に関しては11月27日月曜日となっております。審査が必要なものはあらかじめ、体育芸術エリア支援室大学院教務へ申し出てくださいということで、所定の様式を初めに入手して、郵送または持参、E メール等でお送りくださいということになっております。で、審査の結果、出願資格が認められたものについては、先ほど申し上げたウェブ入力システムに入力するための認証番号をお知らせするということです。はい、それから、入試では障害のある方に配慮を行っております。受験上の、配慮申請書類の、提出締め切りは、8月実施入試が7月3日月曜日、1、2月実施入試は11月27日月曜日となっております。はい、出願にあたっては志望する指導教員に事前に連絡を取るようにお願いいたします。連携大学院方式の志願者の場合は、連携大学院の教員のほかに、本学の関連する分野の指導教員とも合わせて連絡を取るようにお願いいたします。はい、博士電気入試の出願時にウェブのシステムに入力する情報に関してです。入力情報としましては、出願者の情報、志望学位プログラム、それから研究分野領域、出願資格、それから研究計画書ですね。研究計画書は、入力フォームがありますので、そこに、研究題目と、日本語2000字程度、または英語800語程度で入力をするようにしてください。はい、それから学歴、研究歴、職歴、検定料の支払いなどがあります。こちら、詳細は、募集要項で確認してください。続いて、原本を提出する書類についてです。博士電気入試の出願時に原本を郵送または持参で提出する書類があります。卒業証明書、あるいは卒業見込み証明書、学位取得証明書、こちらは外国の大学を卒業した方に関してになります。
大学改革支援学位需要機構で出願資格を得るものも含まれます。はい、それから成績証明書、英語検定試験スコア表、こちらは英語を母語としないものが提出することになります。でスコア表に関しては2021年8月以降に発行されたものに限ります。2021年8月以降の英語検定試験のスコア表がない方はこれから検定を受ける必要がありますが、すぐに受けられるとは限りませんので、大学院入試の出願締め切りから逆算して計画的に受験をするようにしてください。英語検定試験の種類はケンブリッジ英語検定、実用英語技能検定等7種指定があります。なお TOEIC リスニング&リーディングテストを2023年4月以降に受験した場合はスコア表がデジタル化されているということで、こちらについては募集要項の方でどのように証明書を提出するのかという指示がありますので確認してください。はい、博士後期入試の出願時にウェブのシステムに入力する情報になります。出願者の情報、志望学位プログラム、研究分野領域、出願資格、研究計画、こちらは先ほどと同じですね、入力フォームに研究題目を入力の上、日本語2000字程度または英語805程度で入力してくださいとなっております。学歴、研究歴、職歴、検定料の支払いについて入力をするようにしてください。はい、で原本の提出が必要な書類になります。修了証明書、あるいは修了見込み証明書、学位取得、証明書、こちらは外国の大学院を修了した方が対象になります。成績証明書、それから論文ですね、修士論文、あるいはそれに準ずる論文、こちらは、修士課程を修了したもの、修士課程同等以上修了者および修士相当学位取得者の方が対象になっております。研究概要、日本語4000字程度または英語1500語程度ということで、こちらは、修士課程修了見込み者ですね、まあ、大学中の方、修士課程同等以上修了見込み者および、修士相当学位、取得見込み者の方が、対象になっております。ですので、まあ、まだ修了してないという方は研究概要の提出になりますし、既に修了したという方は論文を提出していただくということになっております。はい、それから、業績実績一覧を提出してください。詳細は募集要項で確認するようにお願いします。はい、3項目目は入試概要についてです。博士前期の入試概要です。出願時に提出された書類の書類審査、専門科目の論述試験、面接の口述試験をそれぞれ100点満点、合計300点満点で評価し、合否判定を行います。入試第1日目の8月29日火曜日には専門科目の論述試験を実施します。時間は10時半から12時です。論述ではデザイン学に関する問題が出題されます。実施方法については、e ラーニングシステム、マナバーと Zoom により90分間の、技術試験をオンラインで実施するということになっております。はい、口述試験、8月30日水曜日、面接ですね、デザイン学に関する、諮問を行います。1、持参したポートフォリオに収録された作品及び論文について、2、入学後の研究計画について、Zoom により15分程度の面接を行います。こちらもオンラインで実施いたします。入試の実施方法はオンラインですので、受験者はそれぞれの部屋で、受験をすることになります。
そのため受験者本人以外に誰もいないインターネットにつながる部屋、それから指定のもの以外何も置かれていない机ということを確保してください。試験当日は試験の前に受験に適した環境になっているかを確認しますので、パソコンのカメラで部屋の様子をこうぐるっと映してもらうんですけども、そういうことをしますので ご承知おきください。はい、こうしたオンライン入試の方法注意点については、8月4日に配布する受験者心得に詳細を記してありますので、後ほどですね、ご確認ください。はい、博士電機の入試に持参するものです。卒業研究の内容の分かるものをご用意ください。具体的には卒業論文またはその概要、それから卒業制作のポートフォリオになります。卒業研究に関連しなくてもそれまでのポート作品たくさんある場合はそういった作品の、ポートフォリオをご用意ください。それから注意点としましては、卒業論文またはその概要、卒業制作のポートフォリオは Zoom 上で画面共有、ファイル共有できるように電子データで用意してくださいと。持参ということで持ってくるわけではなくて、パソコン上オンラインの入試ですので、画面共有で見せられるようにしておいてください。はい、注意点の2点目としましては、卒業論文またはその概要、卒業制作のポートフォリオが自身で執筆制作したものではないことが判明した場合には、合格後であっても入学取り消し処分となりますので、ご注意ください。はい、次が博士後期の入試概要です。8月実施の入試は8月29日火曜日、口述試験100点満点で評価をいたします。時間は13時15分から18時までと、指定する時間については後ほど、ご案内しますが、この時間の中で定められた時間で、口述試験を行うことになります。修士論文またはそれと同等と認められる研究内容及び入学後の研究の計画について発表を求め、口頭諮問を行います。 Zoom により30分程度の面接をオンラインで実施をします。1、2月実施の入試については1月31日水曜日10時から18時の間で行います。最後に4項目目ですね、関連ウェブサイトの紹介をいたします。はじめに DPD ウェブサイトの入試情報ということで、DPD っていうのはデザイン学学位プログラムの略称ですね。ここに書くとちょっと行で収まらなかったので略称に書きました。これからももしかしたら DPD っていう3つのアルファベットを見かけると思うんですけど、これはデザイン学学位プログラムの略称だということを覚えておいてください。で我々 そのウェブサイトの中に入試情報に特化したページがありまして、そこにアクセスすると、概要を知ることができます。はい、それから、博士前期入試に関しましては、専門科目論述試験ですねの過去問題過去3年分が掲載されていますので、参考にご覧ください。はい、続いて2つ目 の関連ウェブサイトとして大学院入試情報の概要というページをご紹介いたします。これはですね、デザイン学ではなくて大学全体全学が開設している入試情報になります。はい、で3つ目ですね、募集要項ウェブ入力システムのウェブサイトのリンクになります。先ほどの大学全体のこちらですね、こちらに入っていっぱい筑波大学が実施している大学院すべての情報が並んでおりまして、そこをずっとこう辿っていくとここに行き着くことになるんですけど、ここはですね、
我々デザイン学が属している人間総合科学研究群かな、大学院の試験がさらにこう並んでいて、でその中でその学生募集要項を見ることができるんですね。学生募集要項といっても冊子がなくてですね、ウェブでウェブしかありません。ここにアクセスして、先ほど詳細は学生募集要項で ご確認くださいと再三申し上げましたが、それはここのサイトにあるということになります。はい、それからウェブ入力システムですね。この募集要項のページにはウェブ入力システムのボタンがあって、出願はそこからインターネットでできるようになっております。はい、以上になります。